おはようございます、ブヒケンです。本日は月曜日ですね。本来ならばね、月曜日ちょっと手渡し定休日なんですけど、この前もちょっとね言ったように、あの日月、あの世間の皆様はね連休じゃないですか。で、私月曜日が定休日なんで、人様並みにこう今度月火とお休みを取らせてもらおうかなって言ってたんですけど、火水でお休みを取らせてもらおうと思います。なんでかっていうと、病院の日なんですね、僕ちょうどその時が。でね、病院行くとさ、もうほぼ一日潰れちゃうので、じゃあその日を休みにするかなって思いましたね。そんな感じで本日はちょっとね作業を進めていこうと思います。まあね、この前ねほら、2ヶ月ぐらい長いね、休暇を取ったからさ、休まなくてもいいんだけどさ、ちょっとやっぱね、ほんともうこの年になるとね、やっぱね1週間に1回ぐらい休まないとね、もうね、その休みの日もさ、もうこの前もそうだったんだけどさ、もうぼーっとしてるだけよ、こうやって2階とかで。で、買ってきたね、チートデーだからさ、月曜日は食べたいものを食べて、またぼーっとしてこうやって YouTube 見てっていうねぐうたらなね休日を過ごしてんだけど、それがやっぱりね一番いいですよね。あ、すいません。あれかな、煙が見えるけど、あれが。あと何にも関係ないお話なんですけど、今日ねめちゃめちゃ暑いんですよ。風はすごい入ってくるんだけどさ、ね、うち風通しがいいもんで風は入ってくるんだけど、その風が生ぬるいんですよ、やっぱり熱風とまではいかないけど生ぬり。まあちょっとね、それでも本日はね、そんなにダラダラ汗をかく作業ではないと思うのでそれでも少しは楽かな。でさ、まあ暑いもんでね、今ちょっともうジーパン脱いでね、半ズボン作業着履いてるんですけど、で、昨日も言ったようにさ、もうサンダルで仕事すんのはやめようと思って、またエンジニアブーツ履いてるんですけどちょっとこれこんな感じなんですけど、今これ麦わら帽子かぶったらカール富士山だよね。そんな感じでね、本日も作業とは何も関係ないお話から作業に入ろうと思います。皆様、本日も優しい目で最後までご視聴よろしくお願いいたします。できましたら高評価、グッドボタン、チャンネル登録なんかもしていただけるとね、おじさん励みになりますんで、よろしくお願いいたします。さあやっていきますか。生ぬるい風が。はい、それでは昨日の続きですね。こういう面をね、でこのガスケットもついてるので、こういう接地面をちょっとガスケットが入るところをね、なるべくちょっと鳴らして、まあ、そこまでひどいあれはないから。で、最後にもう一回ね、エアで全部拭いて組み立てにちょっと入りますね。はい、見ててもつまらないと思いますがちょっとだけ見る大丈夫だと思うけどな。あ、ちょっとこういうのね、こういうのをね、取ってあげる。ここの部分は入ってないのかね。これが一番交換したくない。でもこれもだから違うパーツとして頼めば出るのかな、他のこういう細かいところも。ちょっと分かんないですけどね。まあいろんな原因でキャブがちょっとおかしくなる時であるじゃないですか、やっぱり。で、その時にちょっとキャブのオーバーホールをなんて思ってやるわけですよ。ね、で、大概のやつがまあお掃除とこのオーバーホールのパーツの交換で、大概のやつが調子よくにはなるとは思うんですけど、まれに完璧に治らないやつとかあるんですよ。で、それなんでだろうなって昔ね、すごい昔思って、いろいろこう調べたり聞いたりとか見てみたりしたら、やっぱ、ね、昨日もこう掃除した時に分かると思うけど、細かいラインがいっぱいあるじゃないですか。ね、
で変な話さ、こういうのが刺さってるこのシャフトのね、こういう貫通してるから、あ、見えねえか、こういう稼働する部分のところにこうね、うん、そういうのってやはりこのキャブの本体の金属の部分に金属が刺さってたり、そこに直接こう穴が開いたりしてるもんで、こっち本体のそういうところの劣化が、あのちょっとひどくなったりしてると、あのこういうのやっても治らないんですよまあ今回はそう、あの絶対あのね、ただのゴミ紙だと思うんで、まあ、絶対はありえないけどな、そう思ってやっても違うって、ね、なるとき結構あるから、まあでもね、ちょっとね、あの進めていきます。はい、はい、では今エアーで吹き飛ばしたので、再構築していきます。ちょっと待っててね。今組み立てているんですが、精度が良くないですね。やっぱり穴の位置がね、燃料のね通り道のとこで、もともとくっついてたやつはすごいバッチリの位置に来るんだけど、若干こう穴通り道を塞いでしまう形になりますね。わざとこうなってんだか、違うよな、どう考えても。どう見ても違うと思うんだよな。ちょっと待ってね、ちょっとね広げてあげました。これでちょうど、うん、中央に来た。よし、それではですね、最後にこのフロートのここのやつを見といてあげます。これで見方はここにね書いてあるので、こう見て、こう、このタイプがね2枚入ってて、でこのキャブはこっち側です。あれ3つ開いてるぞ、穴が。これだってこうなってたでしょ、1個。ここに1個だよね。こっち3つになってるけど。3つ開いてていいだか。はい、再構築は OK んかな。これもね入ってたんで、バスケットね。よし、でじゃああとはくっつけるんですけど、くっつける前にちょっとね、いろいろ、まあオーナー様がここに来た時にもね、お話はいろいろ聞いたんですけど、あの見て映るかな、水がビタビタにちょっと漏れてるんですけど、なんかなんで、どっから漏れてんだこれ。このウォータープンプでも外したんですかね、一回。なんか水が回っちゃってるみたいな話もしてたけど。これ、どこだ？ブロックのとこか？ブロックのとこなんかだったらもう致命的になっちゃうけど。こうするとわかる。ほら。湖になってる、あそこが。映んないか。こら、こら。ね。
よし。ちょっとね、他にも怪しいとこがあるんですけど、どこから漏れてんのかを突き止めるためには堆積してしまっている油と泥が混じね、ハメ車乗ってる人わかるでしょ、油と泥が混じってコーティングされている部分をどかさないとわかんないので、汚れだけ落としてってみます。落ちるかな。あ、ここだ、ここ漏れてるわ絶対。ちょっと待って、ここはもうぎゅうぎゅうに閉まってるんですよ。で、奥ね、湖みたくなってたが、あそこがね、ゆるゆるだった。今なんとかちょっと工具届いてちょっとやれるけど、もう閉まんないな。一応閉めた。これで漏れてこなきゃいいけどな。ウォーターネックのとことかどうなんだろう。あ、ゆり、ゆり、今見た。ここの湖はこれじゃ上からかもしんない。よいしょ。あ、ゆるいゆるい、クソゆるいぞこれ。これじゃ漏れてくるよな。一応ウォーターネック2箇所のボルトがゆるゆるだったので、ちょっとマス締めしときましたね。多分っていうことは、このウォーターネックのとこから下に溜まってたかな。で、ここはやっぱりここだと思うんだけど、ここのボルトもここのボルトももうガチガチなので、ここはどうかな。ちょっと全部のボルトをマス締めして、緩いところはちょっとね締めたんで、どうかな。ちょっと一日経ってみないと分かんないね。明日の朝でまたここにじんでたら、これはもうあの間に挟まってるガスケットとかだと思うんだ。あとはいいな、全部。よし。じゃあちょっとキャブ、もともとします。と、オーナー様、ちょっとフィルターも交換させてもらいますね。これはもうね、ちょっと外します。